MMA だったら、まあ、今年年末に三浦孝太選手とやればいいなと思ってますね。やっぱなるほど、イケメン狩りしたいんで。イケメン狩り、はい、見ました、三浦選手のインスタのフォロワー62万っていうのは。すごいね、やばいね、はい、すごい、いや本当にもうイケメン狩りしないとなと思って。じゃ今年の目標はイケメン狩り、今年の目標はイケメン狩り。なるほど、はい、片っ端からイケメンを買ってくる。片っ端から買ってきます、もう白鳥、三浦、もう絶対もう許さないんで。